こんにちは。今日はですね、ボーリング場にあるハウスボールの選び方をちょっと教えたいと思います。ハウスボールはかなりいっぱいあります。6ポンドから15ポンドあります。でなんですけど、重さで選ぶよりも、自分の指に合う、フィッティングに合うボールを選んだ方がいいと思います。では、早速選んでみたいと思います。たくさんボールがあります。いろんなボールもあるんですけど、こちらのボール選んだんですけど、理由としては、僕は親指に合うボールをいつも選びます。フィッティングが結構しっくりくるんで、皆さんもよろしければ参考にしてみてください。では投げてみたいと思います。ストライクは出なかったんですけど、ちょうどスペアの取り方も見せれたと思うんで、こんな感じでどうでしょうまとめ方初心者から上級者まで分かりやすくためになる動画を配信してきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。